这一次节目组与主人公约在北京的一家五星级酒店碰面。哇，可以进去？哦，有环球影城。最近北京开了环球影城，好棒耶，有机动车。他们啊，こんにちは、はじめまして。石川です、ゆずです。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。可以再睡一觉。拍了再说吧。いいな。他のホテルはよく来るんで。ここは初めて来たんですけど。おおすごい。いいなホテルステイ。ホテルステイいいですよね。はい、そうなんかしかも最近全然旅行とか行けない。そうコロナで行けなくなった時とかめちゃめちゃ楽しいです。ねどんなのなんだろう。お邪魔します。おなんかお邪魔します。あすごい会議室みたい。え会議室みたいなんか。マッサージチェアがある。え、一人で住む？これ二人で住む。あ、大床。え？うん。いいな、めっちゃ広い。うん。ここすごい。おお。ヨズ最喜欢厕所。浴槽、ちょっと厕所。お風呂。ああ。こんな感じなんだ。いいな、お風呂ついてる。ね、お風呂いいですよね。ここって一晩いくらぐらいなんですか？え、ここで2000元ぐらいじゃないですか？多分一晩。我的三十天等于这个一天。不是，你的三十多天等于这个一天。そうです。彩奈每个月至少要去五星级酒店住一次，这是她现在的爱好之一。昔日本にいた時のホテルステイ。いや、全然やってないです。日本にいた時は。なんで？お金がなかった。今は割と今は割とでその時アシスタントだったんで給料が15万だったんですよ手取りでそうだからなんかいいところも行ったことなかったしいい体験を多分全然してなくってその頃来到中国后获得了高质量生活的彩奈她是如何实现财富自由的呢现在是一个交通发达人口流动激烈的时代一个人为什么要生活在那块土地一定有着很深层的理由三千万感觉很高级。嗯。着きました。哇哦哦哦哦哦哦哦。スパ。スパまず多分メインですね。はい。めちゃくちゃ高級。そう高級。ここは待合室というか。やばいやばい。景色やばいですよね。なんか北京の中でも一番。こう高い位置にあるスパですね。すごい。すごいですよね。私のまつげのフェイスがこの部屋なんです。お邪魔します。わあ、出た。こういう感じなので、ここで寝てもらって、まつげの施術をして、あとメイクの時は、今ちょっとメイク道具が置いてあるんですけど、はい、ここにメイク道具バーって並べてメイクしてます。一体ちょっと見てもらってもいいですか。そうですね。こんな感じで。これがまつげ？はい。いっぱいある。こういっぱいあります。あ、カールとかも違うんで。まつげだ。うん。まつげ。什么材质？これシルクかな。シルク。うん。好舒服，摸起来。そう。目前彩奈作为自由化妆师和这家 SPA 店合作。为客人提供嫁接睫毛和妆造的服务。你好，好久不见。是呀。啊，外套给我。好。嗯。谢谢。嗯，客气。
今天想做什么造型？自然一点，更像这一样可以吗？一本に対して一本をつけるっていう感じで必ずイーガンイーガンです。イーガンジェリアンガンとかはもう絶対やらないです。すごい。じゃあ1日に多くて何人、多くてまあ5人ですかね。もう本当そうじゃないと疲れちゃうんで目は一応はい。不会觉得有什么不适吗？不会。很舒服。是的。で、これを外します。こんな感じ。あ、可以一番ね。あ、違う。好厉害。感觉眼睛大了好多。目力が増して。不要化妆。一劳永逸。这个想法的人真的不精致。还是时间了。对啊。他们要更美。哦。不客气，这边请。啊，这边，谢谢，下次见。请慢走，拜拜。虽然送走了客人，但彩奈的工作并没有结束。あ、なんか、あのホテルステイ行ったじゃん。五星级から学ぶ、その学んだ後にやるようになったこと。お客さんができるようにその消毒液を置いたりとか、こういう毎回ちゃんと変えるとか、あとトイレットペーパーとか、まあ基本的なことですけど、あのちゃんと折ったり、日本式にはこう三角に折ってとか、あの先っぽを、あの、やってるんですか？あ、そう、毎回あのチェックしてます。なってるかなって。なってるかなって。お客さんが使った後、もう一回チェックしてこういう感じで折ったりとか。ちょっと情報入れるよ。ちょっとあるところをちゃんとやってるんですよ。そう。ちゃんとやってるとこをやってます。少。少ないけど。でもやっぱそれやってるかやってないかで違いますよね。なんか気持ち。はい。そう。2014年，彩奈作为美睫师被派遣来到中国上海工作。三年后，她被调往北京分店，并升职为店长。なんかもともと留学したいってちょっと思ってたんですよ。中国に。いや、なんか国外に行きたいみたいなのがあって、お金ないからこれ行けないわと思って、で。ちょっとじゃあもういいや就職しようみたいな感じで、その就職先探してて、その松江区のあのサロンのやつを見てたんですよ。海外支店に勤務してくれる人を募集してるって書いてあって、もちろんお給料も発生して、でさらにその海外に行けると。まあその海外っていうのがそう中国圏全部で、その時すごい台湾ドラマになんかハマってて、であとバイト先も火鍋屋さんで日本で働いてたんですけど、火鍋屋あのシャオフェイアンってあるシャオフェイアンの赤坂店で働いてたんです私。でそしたらそこに上海人が3人ぐらい働いてて、みんなすごいいい人たちで、あ中国人めっちゃ好きと思って、会社に電話して面接を受けて、そしたら結構すぐ受かって、なんか多分縁があったと思います。なんか呼び寄せられてきたみたいなところが。あ、釣りしてる。みんな釣りしてる。そんなに魚いるんですかね、ここ。ジー、結構大きい。釣れるんだ。可以吃啊。可以，所以你再回家吃。不一定。啊，不一定，不一定。这个用的是啥呀？这就是肉。肉？不是，不是，普通的。对。好，今天见面了。知道。赵呢？你们是哪儿？韩国人还是日本人？日本人啊。就是你住在这边吗？对，我在住这边。谢谢。拜拜。可愛い、おじいちゃん。北京の人話しかけたら結構みんな優しくて。優しくて、そう、そう、気がする。
ここなんです。コーンコーヒーって読むんですかね。なんか、来たばっかりの頃とかってまだ全然中国そうですね、来たばっかりの時はこっち安いなって思ったりはしましたね。全然違う。そうですよね、料金安い、安い、そう、交通費安い、電車もバスも超安いし、なんか食事とかもなんか、バオズ、あの朝ごはんの、あのなんかバオズとかもう、そう、超安くて、終電とか気にしなくなった。あ、これめっちゃあるかも。分かります、それ。何時でも遊べるみたいなね。やっぱり12時ぐらいになったらそろそろあやばいかなってなるんですけど、こっちに来たらもうなんかタクシーがいればいいみたいな。確かに。でも最近こっちの方が高いです。2019年，彩奈辞去美容院的工作，成为了一名自由化妆师。あんまり変化ない。何が？で、全部それを日本で勉強して。そうですね。全部日本で勉強したものになります。大家好，我是日本化妆师 Emma。今天分享新的スナイデルの原因。除了是美睫师和化妆师的身份，同时彩奈还是一位美妆博主。她会录制视频分享日本的美妆产品。目前她的社交账号已经有90,000多粉丝了。最初の頃私メイヤ買ってたんで、顔の輪郭がすごいなんか嘘のやつです。ある時からこれはちょっとダメだなと思って、あの実物感がなさすぎて。最初すっぴん出したりその抵抗なかった。いや、抵抗ありました。すっぴん裸見せてるような気分になりません？なんか男性に見せるのめちゃめちゃ恥ずかしいですよね。なんかすいません、そう、本当もうごめん、すっぴんなんですとか言っちゃうよね。日本の人でも出る時みんなやりますよね、化粧。はい、基本的にはやりますね、やります。疲れた時はどうしてもやりたくない時はマスクしますよね。そう、マスクするんですよ。あれですよね、ルール、ね、そう、すっぴんだったらマスクしろみたいな。私はもう最近は家の下のコンビニ行く時すっぴんで行っちゃいます。変わりました。変わりました。え、なんか帰ってもお邪魔します。お邪魔します。あ、普通脱いで、はい、スリッパあるみたいな。ありがとうございます。ちょっと脱いで。ありがとうございます。これ入ってます。あ、どうも。すいません、お邪魔します。お邪魔します。お願いします。早速始まってるんですか？でもすごいバーってワンルームなんです。そうなんです、初めて見た。バーってワンルームなんです。そうなんです、へぇ、結構ね、広いからボール蹴ったりとかできます。え、サッカーしてるんですか？サッカーしてますよね、全然。だから、他の子と遊ぼうかなと。2017年、彩奈来到北京工作後、認識了同样从事美容美发行业的丈夫。两人一见如故、并于2019年结婚。あ、こっちがすごい広いんだ。見て。おお。こんな感じで。わあ。わあ。すごい。すごい。そうなんです。めっちゃ広い。要素欲しいもん。欲しいもん。余裕が。お風呂あるのが一番のこの決め手です。しかもどれぐらいって北京だとどれぐらいなんで家賃だと。家賃は、家賃とか言っていいんですか？5000円？いやいやいや、もっと9000。ああ、やっぱするんだ。高いボタン、2倍ピン。え、何金でこれぐらいだったら、まあ、場所にもよるけど3000万。いや、中国のこの差何なんだろうね。北京マイバンガ。今、もともと会社にいたのはフリーランスだった、はい、それはなんかきっかけがあったんですか？結構もう、あの会社も6年ぐらい働いてたんで、そうだからなんかもうそろそろ自分でやってみたいなっていう風になってきて、でもなんかもともとまつげだけでやってたんですよ、そのコロナの前まで。あ、実はそうコロナの前まで、
ほぼまつげだけで、その1本でやってた時にコロナが始まってしまって、お客さんすごい減っちゃうんですよ。やっぱりまつげをつけるのが日常的なものではなくって、まだ特に北京は本当に旅行行く直前とか、なんかイベントがある時にその直前に来たりする方が多いので、今もなので、そういうのができなくなると一気にすごい減るんですね。でそれがあった時に結構もうゼロに近い状態になっちゃって、しかも不安もあるじゃないですか、海外で収入がなくなって。でその時になんかこの仕事だけやってたら私多分今後何回も収入がなくなるかもしれないって思って、仕事としてできることを増やしていかないと一筋でいったらなんかダメな気がするってその時にすごい思って、でそっから結構手広く始めましたね。だからこの2年ぐらいですごい広げてる感じです。なんか見た目すごい、なんだろう、ゆすっぽいって言ったら、言われます、なんかおっとりすごい、なんか小動物っぽいですけど、結構野心感じですよね。野心がね、ありますよ。すごいメラメラしてるなって、この3日間ですごい話とかバイタリティすごいなって感じます。そうなんか、そうですね、やりたいことたくさんあります。楽しかったですか？はい、良かったです。なんか新鮮で。あ、新鮮でした。はい。でもうちの番組実は最後にもう一個質問があるんです。はい、見たことある？見てます？私最後見てないです。あ、最後まで見てない。番組名がオチューザジャリダリーヨじゃないですか。うん、なので最後の質問はニチューザジャリダリーヨシュシャモ。ここに住む理由は何ですか？ここにちょっと待ってください。大丈夫。みんなに言われて生きてるんだ。これ自分の持ってるものを発信していって、その誰かの生活の役に立つためです。ありがとうございました。じゃあまたどこかで南京に来てください。はい、ありがとうございました。エスパしたい。エスパしたい。いくらなんだろう。券あるよね。聞いてみますね。私一回だけ中国のテレビ番組に参加したことがあって。すごいですね。まあ、なんか社長の代役だったんですけど、はい、化粧した時に顔長いからってめっちゃ顔短くするメイクめっちゃされて。はい、見たいです。やばい、めっちゃ暴れてる。オーダーハヤト。ごめん、カンガンシーラー。イエズジー。イエズジー。何でしょうね。わーしまー。チャンチャンシャンシャン。今日最終日なんだ。おっす。好戏剧化真的。さっき潰れないようにプラペラです。我们在 YouTube 新开设了会员频道，打开和之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我助会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！